イザなぎの神宮。イザなぎ神宮は、兵庫県淡路市多賀にある神社。式内社、名神大社、淡路国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。所在地である旧一宮町、現淡路市の地名は、当社に由来する。通称、一九三、イザなぎの三。一月十五日、小正月には、五条占い祭りのほか。 淡路農林水産祭が行われる。祭人は次の二柱。両神は日本神話の国海、神海に登場する。優遇漁期に祭人はイザナギの孫一柱なりとあるため、本来はイザナギの孫の実を祀ったと考えられる。1931年、昭和六年の神社古文書社に祭人に関する願上書があり、当社は優遇伝承。 公実を参照の神社で、神意も一品の曲くらいで、社格も官兵大社である。イザナギノソンとイザナミノソンの二神が国海、神海を行ったのであり、演技式神明調書祭の座数に関係なく二神が採取されるべきであるが、明治三年、八百七十年に名統計により、イザナギノソン一柱とされた。これは、拙者末者が公認されるのに不当である。 1930年、昭和5年本殿を開くと、イザナミノソンも、伝来のまま祭祀されていたので、資料を添えて願い立て祭るとの内容で、イザナギノソンとイザナミノソンの二神を祭る許可、求めたところ、1932年、昭和7年内務大臣より、受け祭人を廃止として、増加の県庁届くと許可があり、正式に二神を祭る形になった。また前は、 地方神であったイザナギノ村の神話が、淡路国から大和朝廷の神話に組み込まれたとする。まさきによれば、イザナギノ村を高祖神の親とする信仰が、宮廷に古くからあったとは思えず、日清が組み込まれたのは七世紀中頃以降で、大城祭の日の神事に召された淡路出身者や、宮廷に食料を運んだ、淡路の尼が伝えたとする。また、日本三大実録で、当社が、 無本君八頭から一品の曲へ一足飛びに、真意を進めるのは、この時期に正式に、高祖神の最近、親者とされたため、とする。日本初期、古事期には、国海、神海を終えたイザナギノソンが、最初に生んだ、淡路島、タガノ地の遊遇、隔離の宮、終焉のご住居に沈まったとあり、当社の起源とされる。イザナギノソンの遊遇と伝わる場所は、他に、 滋賀県の多賀大社があるが、これは、古事記の神福持本の、こそのいまりやな大神社座大見の、多賀なり。イザナギの狼は、アフミの多賀に増しますなりとの記述による。ただし、多賀大社の祭人は、南北朝時代の頃までは、イザナギの尊ではなかったことが判明しており、古事記の記述と多賀大を結びつけることはできない。古事記では、大見は、金、大見とするのが常で、同じ。 古事記でも神福寺本以外の多くの写本が、こそのいまりやなぎ大臣社座淡路のた賀なりになっており、その他のもろもろの理由から、学会でも、大見でなく、淡路を支持する説が有力である、武田裕吉、直木孝次郎等。なお、日本書紀では一貫して、淡路と記され、大見に該当する名はない。文献では、古くは、日本書紀。 理中天皇五年上九月上において、島にいる、伊沢梛人の記載や、陰陽天皇十四年九月上に、島神の記載があり、これらは一般二等社に否定される。新昇格直府省大道元年、八百六年、朝によれば、津神には、神風十三個が当てられ、さらに天行三年、九百四十年九月十三日の、 カンプで、イサナシイノチ神には五個が加像されたと見える。日本三大実録上元元年、八百五十九年一月二十七日上では、イサナギイノチの深海が、無本君八頭から一品、君八頭に、少女されている。延長五年、九百二十七年成立の演技式新名帳では、淡路国綱軍に、淡路イサナキ神社名神台と記載され、 明神大社に列している。永万元年、1六十五年六月の、人技館書写年貢注文の、淡路国一のみ休み五十カゴ機五十束の記述、元休二年、1二百五年四月の、淡路国市長、千の、加齢早引き棒一、二宮ホッケ桜了海部学了伝、荒野十字の記述、女王二年、二百二十三年四月の、淡路国王多分の、 一宮社一書道神宮寺一書の記述などにより、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、淡路国一宮とされていったことがわかる。このため、一宮大臣とも言った。また、上記文書から、中世の当社の様子が伺える。淡路国市長選から、国画が当社と、二宮である、山和大国魂神社の祭礼などを管轄しており、両者のほっ会。 桜井で武学が模様されたと考えられる。また、淡路国王多文の記述から、鎌倉時代初期には、神宮寺があったとわかる。当社の別当であった明慶寺の記録では、公安三年、1280年に、坂上田村麻呂の子孫という田村中曽が社伝を再興した。大英五年、1525年の棟札によれば、田村氏は、一宮官主であり、 領主であった。天正九年、1581年、田村常春は、織田信長より、武田勝頼との戦いで先陣を命じられたが、従わず切腹となり、田村氏は滅んだという。江戸時代には、徳島藩主八塚家,家に崇敬され、元那7年、1621年の国印上で、一宮友領十国を得た。また、 石込氏が世襲で新職を務め、当社の祭司は、鮭と寺家の領部に司られたが、領部は、幾度か、争いを起こしている。漢文元年、1661年には、当社の縁起である、二柱尊縁起が作成された。縁起は、領主、淳犬氏の参拝時に、面前で読まれるため、鮭と寺家のいずれが務めるかで、争いが起こった。物語には、 法暦年間に起こった六年に及ぶ、一宮の唯一騒動の記載がある。法暦二年、1752年の、高下物語により、段下を持たず、一宮領分を配分して、祭礼を務める、社家六棒と、別当の名刑事末の事件六棒の存在がわかり、この社家六棒が神宮寺と考えられる。しかし、九棒旦那追加機付二府返答書会によれば、 鮭六棒のうち東造棒、東林棒、遠行棒、新棒、未造棒の五棒は退転し、旧棒だけが残ったという。文政八年、1825年の淡路草巻四の記述から、宝正衆とも新言衆とも言われた神宮寺が、工事元年、1555年に田村氏によって日元宗に改修され、元禄十二年、1699年8月の、 旧某旦那追加きつけつけ返答処理会への記述から、回収に従わない車窓が追放されたとわかる。このため、中世末の市宮の管轄権は、田村氏が掌握していたとする説もある。明治3年、1870年に、明統計により、それまで二柱だった祭神を、イザナギノソン一柱と定められた。明治四年、1871年に、国兵中車に、 別格し、1885年、明治18年、官兵大社に昇格した。1932年、昭和7年、前述の通り、祭神に、イザナミノ村を合使することが認められた。第二次世界大戦後には、神社本庁が包括する、別表神社となり、1954年、昭和29年には、イザナキの神社から、現在のイザナキの神宮に改称した。 1995年、平成7年1月17日の阪神、淡路大震災で鳥居が倒壊するなど大きな被害を受けた。鳥居は宇治子の奉納により同年11月に新名鳥居へ形式を改め再建された。本殿は三権者流れ作りで平殿と屋根で連結される。1882年、明治15年に金足地であった。 御陵の上に建てられた。拝殿は銅板武器入りもや作りで、毎殿を兼ねている。表新門は1883年、明治16年に、神流門を現在の様式に改めたもの。また、法上の神池は、遊具用後の御陵を中心にあったとされる堀の遺行とされる。命乞いに来い、海遊の宝斎に亀を放って祈願が行われる。一の鳥居は、 1995年、平成7年1月17日の阪神、淡路大震災で鳥居が倒壊したため、同年11月に再建された。その他境内には、樹齢800年から900年と推定の兵庫県指定天然記念物の夫婦のオークスのほか、広木伝来の石碑がある。所在地、交通アクセス、周辺、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。